はい。えー、それでは、自前調査、新潟2歳ステークスですね。えー、行います。えー、その前にですね。おーっと思ってんけどね。結局、じゃあ。じゃあ、マジかマジか。えー、北九州記念。あー。バばいじられましたか。ちょっと土曜日とちゃうかったよ、これ。えー、日曜日、えー、昼間、えー、コメントあげたんですけど。 え、3歳以上1000万円、ちょっと早いと受けてたんでね。しかも、ほぼほぼ前目、前目で決まってもうたんで、えー、前半、1000万条件で32秒前半でいって、あ、前潰れんかなと思ったらそのまま押し切るっていうね。ちょっと謎の場はいじられとったんで、うわ、これはエグいと思て外出し無理やと思ってね。 えー、ダイアのヘイローは参ったんですけど、後、えー、の東海センス、えー、ね、あるいは、えー、プレゼタナル等とはもう無理でしたね、もう。無理やわ、それ物理的に無理やわ、それ無理やわ、ダイアのヘイロ、えー。まあ、これ来たんで、えー、と、一応、えー、言うてた小倉条件戦勝ち上がりで、そのまま滞在ですね。1600万上がり。やっぱりこれが一番の有力データです。ギャバーデバーデキャップの上がり言うてた東海センス。ちょっと花場王じゃ無理やわ。 あれはほとんどバーデバンでキャップより厳しいババや。それは無理よ。はい。えー、一応短所いただいたんで、セーフですね、こちら。えー、二三着割れたんですけど、まあ、ラインスピリットね、事前調査では言うてた、うーんー、タラレバなんですけど、ちょっともったいないね。タラレバってか結果論か。うーん、<laughs> そうか、ラインスピリットスタートよかったな。後発や。あれ、スタート決まったら抜群やね。前目つけて。えー、もう皆さんババを呼んでましたね。 はい。成田スタワーももう前目は前目で、もうその競馬やったん、ね、で、もうこれしゃーないですいませんよってね。ダイナヘロだけですね。はい。まあ、短勝いただいたんで、まあ、セーフ。はい。問題はこっちですね。何してんや、これ。サウンズ。そうか、結局コメントで休み明けの文化な言ってた、最後。最後力なかった休み明けの文化な出した、これ藤岡さん。藤岡さん。 仕上げといてくれんと、横利さん。もうちょっとなんか見せ場あるかなと思ったけど、なんか無難にって無難に負けた感じやね。4着、うん。見せ場なかったです。もうちょっとなんかできなかったんです。か。えー、ちょっと面白なかったね。もうちょっとなんかしてくるかなと思ったけど、なんもなかった、これ。はい。えー、マウントロブ、そうも、モレちゃんマジックと思ったんやけど、モレちゃんね、それまで抜群やったんやけど。ちょっとやっぱあれかな。馬があかんかったら、モレちゃんもあかんねんこれ。 うーん、俺ちゃん結構お流してないけど、ね、マウンドロボソンがもう無理やったらあのババじゃねえ。うーん。で、決まったんが、桜アンプルールと、成田ハリケーン無理やわ。すいません。それはちょっと無理やわ。1、2、3番やったらでもね、馬場もだけ見たら簡単や、これ。え、内訳のゴトボックスでンプラスでもんね、これ。超維持や、これ。うん。結果超維持でした。はい。えー、もうそんな出られへんもう事前調査行きましょう。新潟西ステークス。 えー、まあ今回ね、札幌記念、北九州記念、結構コメントくださってありがとうございます。えー、結果ちょっと止まらなかったんですけど。はい。新潟2歳ね、えー、難しいん、ね、で、まずは予想くださいって,言ってた方もいるんで、えー、予想だけは答えましょう。結果は知りませんけど。えー、一応、新潟2歳え x, x ね、えー。一応ね、えー、っと、データはあるんですね。まあ、いろいろそら調べたら出てくるんですけどね。一、えー、個だけちょっとね、えー 決定的言うとおかしいんですけど。まあまあ、有力のデータがあるんで、そちらがもし今年も当てはまれば、ええー、まあまあまあ、無難に儲かるかなということで。ええー、一応、ええー、登録場調べました。ええー、ちょっとね、調べ不足やったらごめんなさい。あと暗情情報もまだつかめてないんで、ええー、そこら辺ちょっとまた、自己調査等々でまた詰めるんですけど、ちょっと今回事前調査で、ね、とりあえず、該当場は、ええー、今年も、えー、去年同様2頭です。一応、去年のデータ含めて紹介しますけど、今年も一応見た限り該当場は2頭いました。 はい。えー、これ私ですね。えー、ついにね、おじいちゃんおばあちゃんの羽のけて、これ、主人公また出てきました、これ。えー、これ私ですわ、これ。うん。ちょっと気持ち悪いけどね。えー、ずっとね、調べて考えてたんですけど、やっぱり2そでした、今年。うん。ちょっと必死に考えてたんやけど、ちょっと形気持ち悪いですけど、ごめんなさい。これが絵の精一杯です。これ、私の美術力の精一杯。毎年言てますけど。毎年毎日毎週毎週ですね。はい。 で、えー、いつも通りその前ですね、自、え、伝、ー、調査キーランドカップ、えー、この後やるんでよろしくお願いします、ってのと、えー、下半期収支また見ときましょうか。はい。えー、と、まあ、一応短所当たったんですけど、えー、結局全体通して取り紙ですね、北九州記念が、十、えー、17万円ですかね、短所が5.7倍。まあまあついてた。結局ここまあまあつきましたね。キングハートと、 え、誰でしたっけあの、デムちゃんののがまあまあ売れとったんで、えー、3万人気まで押しましたね。これラッキーかなと思ってね。まあ、こちらいただだったんですけど、結局札幌記念がちょっとロンやって、ちょっとダメやったと。え、回収率上がったんですけど、収支マイナスと。まあ、40万ぐらいやったら、まあまあ取り返せるんかな。えー、4、5倍ぐらいだったら取り返すもんね。っていうて、毎回当てなのですけど、ちょっと落ち気味か。あ、ちょっと落ち気味か。もう一回立て直します。ここまでよかったけどね。えー、波が激しいですわ、こ、うん、毎回残っとく。 はいえー、ということで、えー、とこのあと、えー、出走表、えー、見ましょうか新潟2サイステークスではどうぞレッチャゴーはい、えー、それでは新潟2サイステークスですね、えー、事前調査行います、えー、登録馬17頭ってことで多分全頭出れるんですかね18頭立てでしたっけ、はい、多分出れると思いますでえっ、ー と、今回ですね、結構この2サイステークスでね、えー、まあ、小倉ちゃん、博多でもそうでしたけど、えー、まあ、難しいですね。えー、一勝馬、一戦一勝馬とかね、未勝利かかってきた馬、えー、結構いましたね、どの馬を選ぶかっていうことで。まあでもね、新潟2サイステークス、えー、もう名物の長い直線勝負と でまあこうなってきたらですね、えー、もう自然ととりあえず上がりが、えー、使える馬、特に、えー、上がり1位、2位の馬が、えー、この舞台、連帯すごいですよって言うんですけど、えー、まあ大体でもですね、えー、新番組勝利で勝ってきた馬ってね、大体それは上がり使って勝つんですよね。うん、そんなのも分かってるんで、で、今回、該当馬ね、えー、オレンジ色と赤色を基本上がり1位、2位の馬なんですけど、ね、そんなのもめちゃくちゃおるんで、はい、まあ、こんだけおったらね、結局どれしぼったいがか分からんと。 で、ここの絞り方ですけど、えー、何を見ますかってことなんですけど、新潟に再生クス一応1個だけ、えー、まあ、た調べたら出てくるんでしょうけど、一応1個だけ、えー、特殊なデータって言ったらおかしいんですけど、1、えー、個だけちょっと、えー、去年、一昨年等該当してるんで、そのデータ当てはめます。で、えー、今回は、えー、とりあえずですね、まあ、とりあえず注目すべき、えー、まず、えー、3等、えー、4等ですね。 こちら皆さんがどうでしょう見るとしたらまずこの前走の勝ち上がりっぷり2着場との着差ですね例えばコーディエライトが前走2着場に1.0秒差、1秒差シンデレラメイクも0.8秒差同じく息子・ローソも0.8秒差と。 ねまあ、ここまで一応、えー、馬券馬券候補っておかしいですけどとりあえず印つけておけきましょうと三角に、ね、ですねでダンツ整形こちらでコンマ三秒まあまあ上のメンバーとちょっとやや劣るかなってことでまあ一応バツ印はつけておきましょうまあこの四頭ぐらいね多分ねそれは皆さん、えー、見るとこい大体ここら辺でしょうね前奏2尺トとの着差で、えー、次何見ますかちゅうと何見るんですか皆さんというとうんやっぱりその中で、えー、と上がり使える馬でしょうねで えー、上がりですけど、まあ上がり1位の馬、えー、を見るのは確かにいいんですけど、えー、あと何見るかっいうと、えー、大体見るのはあれですかね、上がりのその秒数ですよね。ただ、上がりのね、えー、時計中でも、それはね、やっぱり東京とかね、長い直線、あるいは、えー、まあ、新潟とかですよね。それはそっちの上がりね、時計、さら33秒台あ、新潟に関しては、大体32秒台、出るのは右見え、逆に言うとこういう小回りとかね、えー、福島とか、それは走った馬ですよね。 バスら三35秒台、36秒台かかるの当たり前なんだあるいは中京とかもね、ちょっと多分なるんで、やっぱ35秒台かかりますわ。ね。で、えー、そうなってくるとね、この上がりのタイムだけじゃ信頼できないと。何見ますかと、えー。ここからがポイントです。ポイントかな今年の。うん。ポイントと思ってる私は。うん、で、えー、もう一個のポイント。えー、去年の、えー、街頭を見たらね、もう、ぴゃーんってやりますわ。 何が、はいえー、去年見てみましょう、えー、ブゼットジュリー買ったんですけど、ね、去年も結局まあそれ上がり使ったまま来たんですけど、はいえー去,年えー、去年の印で、えー、ちょっと息吹が無印れちゃって去年チャー言うてたんですけど、はいえー、去年何見ましたかってことでこちらですねオーバースペック本命にしたわけですけど。 ちょっと印できそうですけどね、今回、えー、去年ですね。はい。オーバースペックは L ガの機能に本命でした。で、オーバースペック本命した理由なんですかってことなんですけど、えー、上がりが使えてる。まあ、上がりが使えてるのは確かなんですけど、35秒7。えー、パッとしないですね。えー、福島千橋でも上がり、パッとしません。えー、マロンタキシドに0.0、えー、秒差、わずかに買っただけですけど、なんでこれ選んだんですかってね。はい。えー、これを見ると、超いいです。 超イージーな予想ですね。はい。えー、オーバースペックの上がり35秒7。えー、全然パッとしない。えー、マロンタキシドに首差。えー、さっきも言いましたけど、パッとしないんですけど。えー、問題はですね、この上がりのタイムがですね、えー、上がり2位の馬とどんだけあったかっていうことですね。ここがポインティットです。はい。えー、オーバースペックは35秒7で上がってます。で、上がり2位の馬。おそらくこれね、36秒4が多分上がり2位の馬だと思うんですけど、えー、こちら、上がり2位の馬とですね、えー、コンマ5秒以上。 まあここら辺は大体個人の判断に任せるんですけどコンマ5秒以上ついてるとやっぱりそのまま能力があるんじゃないかと私は思ってこちら本命しましたでこのデータね当てはめるとね過去5年10年5年ぐらいでね 50%60% 以上確か馬券絡んでますほぼほぼ確か来てたんちゃうかなはいまぁ、あ、例外あるんですけどねえとりあえず去年は該当馬このオーバースペックが該当してたと でえー、っともう一頭がアピールバイオですな確かアピールバイオも、えー、この馬8、えーまあ、八橋にされ勝ったんですけどこの馬は35秒3の上がりが、えー、確か2着の馬とねコンマ5秒以上離れてます。ただアピールバイオの客室,客室から言うとねこの馬逃げて勝ったんでそこまで参考にならんっての。 あったんであんまり、えー、印、えー、薄めにしたんですけどでも結局終わってみるとですね確かにアピールバイオ、えー、前行ったんですけど結局4着粘れてるんで,、ね、でこの後も結構アピールバイオって活躍してますよね、えー、そう考えるとねやっぱこの、えー、まだ若さの時にこの上がりが出せるっていうのはやっぱね能力はあると思っていいと思いますはいポイント上がり、えー、2位の馬にコンマ5分以上まあどんだけ離してるかってことですねここがポイントですねはいもうそれだけです で、えー、まあ、去年、おととしもロードクエストがそれを該当したんですけど、確かこれ、えー、過去、お、ま、前、あ、見てる限り、上がり、えー、コンマ5以上、えー、2位の馬につけた馬は、えー、確かに馬券結構絡んでます。えー、これはまあ、見といてください。で、えー、今年はですね、該当馬が、まずこの、えー、3頭を印してきた中で、該当したのが、まず、ちょっと対抗ぐらいにしておきましょうか。息子、ローソえー、こちらが、 えまあ東京専用、えー、ちょっと距離は短いんですけど、えー、まあこの馬が34秒1で上がったわけですけど2着馬二、えー、着馬というか上がり2位の馬が34秒6ですねこのエングローサにコンマゴをつけてます、えー、この馬が一応該当は1投目ですねはいでえっとす、で,、えー、でまあエングローサもまあこの後出て勝ってるんですけどね、えー、ただまあ、えー、この馬上がり えー、2位の前にコンマ5秒以上つけてないんでまあそこまで該当しないまあただ、えー、それだけじゃないんですけどねそれは他にも車いますけどとりあえず、えー、このデータが今んところ有力と思っておりますはい息子労ソねただまあこのままね、えー、さっき言った通りコンマ8秒以上ね2着倍につけてますし えー、どうしてもやっぱ人気は出ちゃうんでそこまでも見ないかな多分23番人気になると思うんでそんなもん見ないかなあとちょっとごめんなさい、えー、最初に言ったんですけど安情情報をつかめてないんでそこら辺ご了承くださいちょっと戸,戸崎さんがいっぱい、えー、ここら辺乗ってるんで戸崎さんがどれ乗るのかちょっと分かりなさいないんですけどえー、安城でえとまあ一応左回り経験したのはプラスですね東京戦4えー、去年もねブレット・ジョリーが確か中京でしたっけねただブレット・ジョリー勝って た時も、えー、確か中京センヨンやった,んったかな前走はちゃったかなですね中京センヨン特に買ってるんで特に、えー、距離みた専用ぐらいなら問題ないと思います左回り回ってることはとりあえずプラスやとは思ってますはい、まあ、このまま正直馬券からでもおかしくない人気もあるんで正直ここは、えー、イージーなんですけどとりあえず、えー、こんな買ったらこのままをそうかなと思ってますで えー、もう一頭の街頭馬、えー、下手しいね大穴にはなるんですけどちょっと信頼性若干欠けるんですけど一応もう一頭この馬、えー、押しておきます同じく街頭馬、えー、上がりコンマ5秒以上つけてる馬ラインギャラントですねはいこちらタ、えー、ただですねケット、スウェープトオーバーボード母父ダ代はメジャーってことでもう明らかに模型に向きなんですけど へーへへーまあ、ただですね、このボタン出てきたんやったら、今回は、あんな人気になるして買おうかってことで、まあ、一応ちょっと応援しますわ、このはい、もう星印にしてます。で、えー、この馬、えー、前走もこの馬を戸崎と乗ってくれたわけなんですけど、えーと、34秒9で上がったわけですけど、ただね、この馬、コンマ5秒以上っていうかね、調べたらね、多分35秒ならが多分上がり2位なんで、コンマ8秒ですね。で、私、それ除くと他の馬に、ね、多分1秒ぐらいつけてますわ。これ、すごい上がりでした。34秒台。 脅威ですよこれ、うん、超脅威、はいでえー、でこの戦、まえー、6確かに、えーむえー、ちょっと距離長すぎる可能性あるんですけど、まあ、この舞台ならねあの人気なら、えー、軸は言い過ぎですけどひも、えー、で押さえてもいいんじゃないかな損はないと思ってますおそらく10番人気以下になると思うんで言い過ぎかないやでも10番人気以下になってもおかしくないと思ってますもう決闘面とか見る限り絶対に1000人向きやろうと思っている人が結構多いと思うんで。 まあ確かにその通りなんですけどえー、チャンスだと思ってます穴やったらねはいひもで拾たってくださいってことでちょっと応援しておきますわえー、正直ね枠順とかいろいろ決まれたとしてもねガイド版いしかいないんでこのままとりあえず押さえときます私はねはいでラインギャランドなんですけど一応レース見てるとですねえ7枠の13番の足毛なんですけど えっとですね、スタートね、ほんまに出が悪くてですね、足毛のちょっとオレンジ、ちょっと14まで被るんですけどね、13番、内側のちょっと出遅れたこの黄色の、えー、オレンジの馬ですね、ちょっとピンクの、えー、勝負服着てるんですけど、えー、ちょっと出遅れたこの足毛のバッタイなんですけど、えっ、ー、とですね、えー、この、あ、13番ですね、今映りました、右側に。で、えー、この馬がですね、ちょっと出遅れて、えー、っと、確か前半の600メートルを、この馬がね、36秒ぐらいだったかな。ちょっと待ってくださいね、34、35。 そうですね36秒ぐらいで通過してこの足毛ですね、えー、今、看板通過して、えー、ポツンと行っといますね、えー、そこからですね、まあ、先端に今7頭ぐらいおるわけなんですけど、えー、この足毛の馬がね、こっからの上がりが、まあ、確かにやっぱすごいなと思って、34秒使えてますわ、これ、こっからなんでね、上がり600、はい、今、先端7頭ぐらいなるんですけど、このさらに後ろ、この13もですね、今、来ましたけど、ここからね、もう、音崎さんも思い切って外回すんですけど、もうこんだけね、だいぶロスあります、これ。はい 14番の馬にさらにね、外、えー、横に2、3頭ぐらい開けてね、こっからね、もう意味やかな足ですよ、残り600も。ほんまに意味やかな、これ。これ、意味やかな、これ。あそこからのロングスパートやからね。もう超鋭い、これ。あんだけロスあって、あんだけ出,だけ出足遅れて、もこんだけの足あるということで。まあちょっと線に向きなのは確かそうなんですけど、でもあんだけ出遅れていけるんで、えー、1600の前ならまだあり得ると思いますわ。何かかからないですけど。はい、時京は確かにパッとしないんですけどで えー、着差もね、えー、首差と、えー、パッとしない。でもこれ、去年のオーバースペックと一緒ぐらいですわ。ね、首差やし、えー、多分目立たないと思うんでね、上がりだけ見ても34秒9って、多分福島18、た多分そこまで目立たない上がりだと思うんで、えー、上がり2の前にどんだけつけたかって、そこまで多分皆さん下手し見張らないと思うんで、えー、このまま押しておきましょう。また、あ、短距離長ですね、まあそうなんです、言うちゃう言うと言えばそうなんですけど、34秒9、多分そこまで目立たないでしょう。はい。 でちなみに、えー、一応去年のオーバースペックを見ておきましょう。やっぱりね、あがりはね、このコンマ以上違うかったらね、えー、そんなね、派手じゃない、えー、勝ちっぷりでもね、やっぱ派手に見えますわ、これ。うん。やっぱレース見てわからへん。これもね、えー、福島未勝利で35秒7って、全然パッとしなあがり、えー、マロン・タキシドに0.0秒ならそうなんないですけど、えー、この馬もね、まあ、ちょっと馬上とか違うんですけど。 えー、このままもねこのままもね確かに出でよろしゅうなかったんですけどゲートラばれてますしね、えー、スタートよろしくうなくて、えー、もうほぼほぼ後方、えー、後方2番手ぐらいですかねあいましたねこの、えー、白の面子ですねもう後ろから2番手でもう全然出遅れてもう全然ちってやったんですけどまあやっぱりね、えー、このままも何度も見ますけどやっぱりねコンマ5分以上ついて上がりてやっぱはてに見ますよこれレース見たら分かるんですけどねはい。 えー、2番の、えー、黒棒で、えー、白の面こまだちょっと外にいますわええー、こからですねまだ全然全然まだ遠いんですけども絶望的な位置ですねこれもはいええー、こからですね、えー、外回してですねよう届いたなっていう競馬なんですけどほんまよう届いたこれよう届いたなこれうちうちでもう粘れる馬場やったんですけどええー、一歩外からも意味やかな足で突っ込んでくるんで、えー、もうこれうすごい足ですよこれ最後すごいよこれよう届くか届くか言たほら届くか届くか言た。届くか 届届いたこれ、うん、超届いたたこ、はい、これ超、えー、の馬がやっぱり実際新潟に再イ,イステークスで去年該当してましたし、えー、この時もやっぱりね後方からだったんですけど32秒9ってやっぱ意味かわからないしで最速で来てるんでちょっとやっぱこれ考えるとですね、えー、里,の里のギャランドちゃんはねんとき里のギャランドちゃんねん何でした なんでしたラインギャランドだったっけ、はい、ラインはい。ラインギャランドですね。こちらもチャンスあるかなと思ってます、はいえー。10番人気以下やったら、えー、ぜひ、ひ、え、も、ー、でいいんで買おうちゃってください。はい、ということで、えー、と今回、えー、該当場、えー、上がり2位の間にコンマ5秒以上ということで、息子ローソまあこちらが多分、どっちかというとこちらが買い,いでしょうけど、はい、もし穴で押さえるなら、えー、外のラスの外のじゃない、えー、ラインギャランドも押さえちゃってくださいはい。 以上で新潟イニシャルステークス終わります。スキンランドカップもこの辺りでよろしくお願いします。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。